はい、お世話になります。バンコク日の村号チャンネルご覧の皆様、いつもありがとうございます。今回は先日パタヤからの帰りに高速道路で見た電車が変わっていたのでアップしてます。何かですね、警察の線路がついて走ってるなと思いましたら、こうやって電車が運ばれていました。ちょっと減速して一番最初の先頭車両を見に行きました。こんな感じです。なんか見たことがない車両だったので、でもタイのマークはついてるので、どこで使うのかなと思いました。教えていただいたところ、これはレッドラインという新しい路線の専用の車両ということです。日本の山口県で製造されてこちらに運ばれているそうです。日立製みたいです。まあ、日立製だったら安全かと思いますが、僕は一番気になるところはもう改札ですね。改札の閉まる速度とパワーがすごくて、僕一回MRT で挟まれて痛いなと思ったら股間に青タンできていたことがあるので、そういうのだけなくなってほしいと思います。これ今数を数えたところ6両あったので、 6両編成なんでしょうか。こんな形で写真が出ていました。先ほど路線図を見たんですが、これがランシットからドムアン空港を経由して、で、まあ、バンコクの方まで入ってくるということです。最終的にはマハチャイまで伸びるということですので、かなり長い路線になりそうです。